安倍秀俊氏は、地方競馬の岩手県競馬組合、水沢競馬場、佐々木幸則旧社所属の騎手である。勝負服の服飾はドアオ、袖アオ、桃一文字。秋田県和野市出身。血液型大型。1992年10月24日にデビュー。1993年4月12日に初勝利。同年、第3飛行で岩和首相を制し、 重賞初勝利。以後、年間40から50勝を挙げ、岩手競馬のリーディング10位前後の常連として定着していたが、1999年の東京杯で坂本デュラブに起場、起乗9番人気ながら打ち、枠からの逃げ切りでダートグレード競争初制覇。その後、セイントリーフとのコンビで重賞4勝、福島2歳ステークスで2着。 ラジオン波賞で5着など中央競馬でも好成績を残した。2002年は95勝を挙げ、リーディング4位。安倍時夫調教師が2000年12月をもって、優待した関係で、佐々木周一級者に、その後、佐々木幸則級者に所属変更している。2009年4月27日、水沢競馬第8競争を、倉大林で制し、地方競馬通算戦勝を達成。 地方通算成績は1 2 6 1 2十二千1 4 3 0勝2着百5 3 6回3着三3 5 0回、勝率11.3%、連帯率23.5%、中央競馬2 8八0 0勝二2着3回3着1回。太字は、ダートグレード競争機種登録情報地方、競馬情報サイト。ありがとうございます。